ウラジーミル・コロレンコ、ウラジーミル・ガラクティオノビチ・コロレンコ1921年12月25日は、ロシアの短編小説家、ジャーナリスト、裁判所で働く、ウクライナ人管理の息子として、ジトーミルに生まれる。ジトーミル中学に入学後、父がロブノに転勤すると、ロブノの実業学校に転籍、1871年にペテルブルクに上京し、 工業専門学校へ入学。1874年モスクワへ移り、ペトルオフスカヤ農家大学に学ぶが、1876年のロード日記運動に関わったとして、方向となる。後に1877年ペテルブルクの工業専門学校に入学するが、さらにキエフに追放される。1879年に最初の小説が出版されるが、 同年革命運動を行ったとして投獄され、さらにシベリアに追放された。モスクワに戻った後、1885年に、瀕死の農夫が見た、不思議な夢を描いた短編、マカールの夢を発表し、作家としての名声を獲得。その後も、猛音楽師、川がはしゃぐなど、人道主義的な立場から、ロシアの民衆や自然を描いた数多くの短編を、 発表して高く評価された。ロシア科学アカデミーの会員にも選出されたが、1902年にマクシム・ゴー・リキーの同会への入会取り消しに抗議して、アントン・チェーホフと共に辞任した。作家活動の傍ら、1895年に雑誌、ロシアの富の編集長となり、ツアリズムを批判するともに、文芸評論にも顕筆を振るった。 1917年ロシア革命が起こると、はじめは賛成の立場を取ったが、やがてボルシェビキの急進的な活動に対して失望し、ロシア内戦時には、赤軍、白軍双方を厳しく批判した。日本では、森王外が、カラフト脱獄機をドイツ語訳から訳し、諸国物語に収められている。ありがとうございます。